時刻は10時35分を回りました。ナビゲーター上村淳がお送りしている高等モーニング、続いてのコーナーはブックステーション。このコーナーはリーダーは話を1分以内にまとめなさいの著者沖本瑠璃子が本にまつわるさまざまな分野の専門家をゲストに迎え、普段あまり表に出ることのないご本人のお話をリスナーの皆様へお届けしてしまおうというコーナーです。それではそろそろ駅に到着です。ブックステーションの瑠璃子さん。はい、おはようございます。第6回ブックステーション、駅長を務めます私、リーダーは話を1分以内にまとめなさいの1分トークコンサルタント沖本瑠璃子です。まず今日もですね、1分トークについてお話をさせてください。皆さんはですね、一言お願いしますって言われるとどうでしょう。一言ってどれぐらいの時間だと思ってますか？ある人は3分だったりとか、ある人は1分、ある人は90秒とかね、もう本当にいろんな答えを言ってくださいます。しかしですね、話し始めるとなぜか5分、10分、20分という風に長くなってしまいます。で、聞かされる方は本当にもうね、長いなと思ってしまうので、ここはまず気をつけていただきたいことです。つまり司会進行の方は具体的な時間を示すこと、そしてもし言われなかったとすると、一言、大体30秒ぐらいでしょうかね、一言とは1文です。ということで今日も楽しい1分トークを皆さんお願いします。お待たせしました。今日のゲスト、脚本家でもある大木静香さんです。静香さんは徳島県阿南市出身、立教大学卒業後女優を志すも挫折、そして脚本家に転身されました。豊富な人生経験を生かして様々なテレビドラマのシナリオを書かれています。業や運命に翻弄される人間を残酷なまでの目線で描く大木ワールドは業界内でもとってもファンが多いようです。テレビドラマカラマーゾフの兄弟、女帝、ストロベリーナイト、特命係長ただの人し、トイレの神様、佐賀のガバイばあちゃんはいずれも大ヒットです。絶望の中に希望を描くということをモットーに、ポジティブでそしてたくましい感性で人生を捉え、悩める社会人のためにドスコイ人生の極め方、人生はワクワク、ジグソーパズルというブログで発信していらっしゃいます。お待たせいたしました。今回のゲスト、大木静香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、初めて出された本がなんとなんと1週間で5万5000部の大ヒットということで、三幕出版からの臆病な僕でも勇者になれた7つの教えについて1分以内でご紹介をお願いいたします。ではどうぞ。はい、12月7日に発売されました臆病な僕でも勇者になれた7つの教えというのは、自己啓発的な知恵がたくさん入っている冒険ファンタジー小説です。青い髪の少年がその体質によって両親が離婚、シングルマザーによってとても貧乏で、そしていじめに遭う辛い生活を送っている中、不思議な森の冒険を通して自分に対しての自信、自分はこれでもいいんだという全肯定する気持ちを自分の中に取り戻していく冒険の旅の話です。この、本の中に書かれている7つの知恵は、私がすごい貧乏だった時から今とても幸せに暮らすようになるまで、本当に私自身が使った7つの知恵を、織り込んで物語にしたものです。はい、お時間となりました。ありがとうございます。1分って短いですよね。そうですね。はい、ではこの後は1分間で大木静香さんの、化けの皮というかね、ご自身の仮面をどんどん剥がしていきたいと考えています。怖いですね。さて、何枚の化けの皮が剥げるでしょうかということです。では1分クエスチョンスタート。好きな色は青。青、やはり。では脚本家でもあり小説家でもある人はどんな料理が得意なんでしょう。餃子。
エビ餃子。エビ餃子、エビにこだわる理由は？エビが好き。エビが好き。ありがとうございます。旦那様は何と呼ばれてるんですか？ずっとしーちゃんって呼んでたんですけど、うん、最近は朝という。朝？朝ドラの主人公の朝ですね。 あのなんか性格が私にそっくりで、うん、どこまで飛んでいくかわからないと。で、夫はあの周りの人から朝の夫と最近呼ばれているらしく、俺は働いてると必死でなんか弁解しています。そうなんですね、はい、ではあの尊敬している人って誰なんでしょう？母ですね。母、はい、ありがとうございます。では臆病な僕でも勇者になれた7つの教えの本が、まあ、出版が決まったとき、まず最初に誰に報告しました？夫ですね。夫、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。不必要なものを徹底的に取り除き、必要なものだけを取り入れた本当の無添加化粧品。肌の専門家、皮膚科専門医が作った基礎化粧品 YS ラボ。まずはトライアルキットから。お問い合わせは0191-483724、 YS ラボで検索。はい、ではですね、ここからお時間の許す限り2人での対談ということです。よろしくお願いします。はい、はい。大木さんのこの本ですね、はい、これを書いているときになんかどういう思いで書いているのかちょっと聞きたいなと思ったんですが、よろしいでしょうか？まず、まあ、私はエンターテインメントの人なので、はい、とにかく面白いものを書きたいと、はい、そしてその上で絶対的に人の役に、役の、あの悩んでいる人とかの役に立ちたいという思いがあって書きました。ということは、どんな人に読んでいただきたいんでしょう？そうですね、うん、これから夢に向かってチャレンジしようとしている人はもちろんなんですけれども、うん、まだ夢も見つかってなくて、うん、例えば一番届けたいのは今絶望の暗闇の中にいて引きこもっていたりする人たち、うん、もしこのラジオを聞いてたら、うん、ぜひ読んでくださいって言いたいです。はい、そうですよね。で、私これを読んでいて、ま、7つの知恵という7つの私から見て、ま、皆さん読んでいると石なんですよね、はいはい、この石つまり知恵をもうちょっと詳しく皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、はい、ぜひ7つの知恵についてお願いいたします。この7つの知恵はですね、本当に簡単な発想の転換とかイメージを使って感情を解放する、うん、方法とか実生活で本当にシンプルに、自分の人生を変えられる方法を書いてあります。そしてそれは私がもう本当になんかセミナーオタクでいろんなセミナーを結構お金をかけて、うん、受講してきて本もたくさん読んだ中から実際に自分が使って効果のあったものだけを厳選して7つ載せました。この7つの知恵が石になっているところがちょっと面白いなというふうに感じたんですね、はい、でこの本を書いているときになんかいろいろ起こったっていうふうに聞いているんですが、どんなことが起こったんでしょう？ものすごいシンクロニシティっていうんでしょうかね、本当不思議なことがいっぱい起こって、うん、この本の中にあるとても大事な竜のシーンがあるんですけども、それシンクロの一つの例としては竜のシーンを書き終えた後に写真でちょうど葉山 の、うん、海沿いのマンションで描いていて、描き終わった後に海の写真を撮ったんですね、うん、でそれをフェイスブックに載せたら、うん、友達が龍が写ってるねって、うん、コメントしてきて、で見たら本当に雲の形と夕日が龍だったんですね。それがその龍のシーンを描き終わった直後に起こったので、すごい私自身も驚いて、でもそういうことがすごいたくさんこの本を書いてるとき起こって、で今なんかこれを読んでくれた人たちがこの本を持ってるとシンクロニシティがすごい起こるんだっていうふうに言ってくださる方もいて、なんか不思議な力を持ってる本です、うん、へえ、なんか
なんか今ちょっと鳥肌立ちましたけどね。はい、ね、ぜひだってもう本当に多くの方が今これを読まれていますもんね。本当にいろいろそこから感想文もたくさんいただくんだと思うんです。はい、ただどんな感想をもらえますか。最近とても面白いのは、うん、社長さんとか割と社会的に立場のある方が公にこう泣きましたとかはあまりブログとかでおっしゃらないんだけど、パーティーとかで会うとこっそり寄ってきてですね、耳元でこれからの方針のこう方針を自分の中で決めるのにとても役に立ちましたってことをおっしゃるんですね。で、私自身はすごいびっくりして、そういうことがもう何回もあったので、なんでだろうと思ったら、やっぱり今責任のある立場の方はとてもこの時代の流れ、激流の中で迷ってらっしゃる、その中でこの本がなんかとても役に立つ役目をいただいてるんだなと思って、私自身そういう感想をいただくと本当に感謝で、これを書かせていただいたことに心からもう感動しています。そうですね、書いてよかったということですね。そうですね、うん、あと読んでよかった。 ありがとうございます、ね、でこれ結構ね面白いなと思ったのが、初めにっていうところって普通なんかこうあらすじ的なんですが、はい、これって本当にこれから始まりますっていう本当にスタートのところなんですよね、はい、この書き方もすごいなんか面白いなと思ったんですね。あ、そうですか。はい、ここになんかこういう全体的な構成を作るときになんか工夫ってされました？普通の物語を作るのであれば、うん、割と簡単に起承転結とか上波球っていうんですけれども、はい、構成でそれを作っていけばいいんですが、うん、今回は一章ごとに学びを入れないといけないので、はい、うん、その学びを入れるのと、それでちょっとこれはここだけの話なんですけど、はい、みんな聞いてますがここだけ7つの石っていうのはこれチャクラに連動していて、チャクラって皆さんご存知かどうかわからないんですけど、うん、体の中の大切なエネルギーポイントで、うん、それがこう下から1から7までこう学びを行くことで、上がっていくよっていうことになってるんですね、うん、でその色、それが色で表されているんですけども、うん、そのチャクラの色と合わせて作ってるんですけど、それと物語をシンクロさせるのに、うん、ちょっと苦労しました。でもそれがとても楽しかったし、とてもうまくいってると思います。そうなんですか。だから色が出てるんですね、はい、そうなんです。でも本当にこの石を取るというか取りに行くっていうところがとてもなんか楽しく、本当にこれワクワクするっていう話でもありますよね、はい、ワクワクしながら学ぶこともできる、はい、だからこれって小説というよりビジネス書でもあるんですね。そうですね、なんか本屋さんが書店員さんがどこに置いたらいいか迷ってらっしゃって、うん、はい、小説コーナーに置くのか自己啓発に置くのか、あと最近はなんか児童書でも結構売れるっていう風になってきて、うん、もう皆さん、でも私はねそれはねもうやったって感じ、うん、っていうのはジャンルを超えた本を書きたかったんです。あ、そうか、はい、確かにジャンル超えてますよね、はい、これなんで紹介してか私もちょっと難しいなと思いましたもん、はい、だからもう青い紙のキラの本っていう言って私も世の中で通るようになりたいな、はい、すごいな。もっともっとこれが本当にいろんな方に読んでいただけるためにはいろんなところに多分出かけていかれるんでしょうね。例えばどんなところにこれから行かれるんですか。これから、うん、来年はですね、うん、1月の、16日に、うん、徳島で、はい、私生まれ故郷でサイン会をします。あと京都の方でのサイン会とかも予定されていて、うん、呼ばれたらいろんなところに行きたいなと思っています。じゃあもしこの番組を聞いている方がいらっしゃいましたら、ぜひ来てって叫べばいいんですね。はい、はい、ぜひご連絡ください。いろんなところにサインを、サイン会ですかね、いてくださいます。そしてもっともっといろんな方にぜひこれを読んでいただきたいということで、まあ、本屋さんに行く、そしてなければ注文する、はい、ということでしょうね、はい、はい。じゃあこの本を書いて今感じていることっていうのはどんなことなんでしょうか。あ、もう本当になんかこれ書いたっていうよりも、うん、私の中では大きなものに書かされたっていう感じがすごくしていて、うん、なんか書いたことで自分の中がすごい器が大きくなった感じがしています。へ、ちょっと話がまた変わるんですが、はい、
脚本とこの小説っていうこのなんか違いってあるのかなと聞きたいなと思ったんですが、いかがでしょうか。ものすごく大きいですね、うん、まず、はい、あのシナリオに関しては、うん、セリフを並べとけばとりあえず、はい、いいんですよね。でも小説は、うん、この字の文がとても大事なことなので、うん、正直これを書く前は字の文が書けるんだろうかっていうことを自分の中で怖かったですね、はい、でもなんとかそれも書けてというか楽しめて、自分の中では大きな挑戦をしたけれど今はご褒美をいただいてるかなって思ってます、うん、へー、まあね、脚本書いたことないからよくわかりませんが、はい、確かにセリフなんですよね、はい、で今度こういう小説となると、まあ、セリフだけではなくていろんな場面をこう描いていくということでした。はい、はい、ありがとうございます。ではこの本を書いていてもっとこういうことを書きたかったなと、もしまだ他にあればどんなことでしょうか。ここに収まらなかった。ですね、この本に関しては、うん、自分の中でも完結してます。なので、出し切った。そうですね。うん、でも今後書いてないジャンルのものっていうのは別の作品で書きたいなと思ってます。別の作品で、はい、楽しみですね。どんな作品になるのか、はい、もうすぐ次を期待しています。ありがとうございます。はい、どんなのかもう大体頭に出てるんでしょうか。ですね、まあ、いろんなことがあるので、うん、まあ、それはおいおいこれから整理していきたいなっていう感じですね。へー、はい、ありがとうございます。いや本当になんかね、もっともっとお話聞きたいという気分なんですが、しかしお時間となりました。ブックステーションからの放送は時間切れとなり、そろそろ駅を出発というところです。自分の思考を考え、この思考を変えたいなと思ったり、そしてもっと勇気を出したい、そんな風に思われた方、ぜひこの岸塚先生の新刊、臆病な僕でも勇者になれた7つの教え、おすすめです。そして7つの石を持って帰ってください。ワクワクしてください。泣いてください。そして冒険ファンタジー楽しんでくださいということです。では次回の放送は年を明けた1月23日、ゲストはオーナー企業専門の加速成長コンサルタント木村英一さんです。ブックステーション、今日のゲスト脚本家大木静香さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではブックステーション、お送りしましたのはリーダーは話を1分以内にまとめなさいの1分トークコンサルタント沖本瑠璃子、そしてこのコーナーは美容皮膚科医が作った本当の無添加化粧品 YS ラボの提供でお送りしました。それでは皆さん良いお年を。また来月も聞いてね。バイバーイ。